本部で久々の勝利となりました。振り返っていかがでしょうか？ま占われつ相手ということで、やはり苦しいゲームになりました。けれども、あの結果をつかめて良かったと思います。完封勝利という意味でも、あの今日はとても意味があると思うんですが、ご自身ビッグセーブもあったと思います。いかがですか？より、あのチームとしてのあの出来が良かったですから、あの、まあ、良かった上での結果ですので、あの嬉しいですね。 前節のちょっと悔しかった面というのをどういうふうに中村選手は切り替えたんでしょうかまあチームとしてあのまあ京都は逆のような展開で、まあ、勝利をつかめなかったということで、まあ、何か変えたというわけではなくもう一度あの勝利を目指して戦,ったと <laughs> 戦うといったことであの結果が、ね、出てよかったですね。 今日は日本代表監督の西野監督もま見に来ていたということなんですけれども一つ一つの試合がおそらくアピールの場所になるんじゃないかと思うんですがそのあたりについてはどうですか,結果,をつかむと結果をつかむことがなるよりもチームとして重要ですのであのそこに向かっていきたいと思いますまたすぐに清水戦になりますお願いしますまずあのリガバリーしてあの中2日で相手も条件一緒ですのであの準備をしたいと思いますありがとうございましたありがとうございます